金城学院大学人間科学部コミュニティ福祉学科チアダンス部マジョルテアミーズ山田樹里さん。私は今金城学院大学のチアダンス部マジョルテアミーズのチームリーダーとして活動しています。金城学院大学のラクロス部やフットサル部などの応援団として活動するほか、名古屋グランパスの試合や様々なイベントでも活動しています。小さな頃から体を動かすことが好きで、入学当時に初めてチアダンスを見て新しいことに挑戦したいと思い始めました。2年生になった時、尊敬する先輩からチームリーダーに指名され、不安もありましたが、チームの代表としていろんな意見をもらいながら、それをどうチームに浸透させていくかが大きなやりがいにもなっています。山田さんはもともとリーダーのタイプではなく、部活動でリーダーを務めるのも初めて。それでも尊敬する先輩から教わったことを生かしながら、自分なりのリーダー像を描いて日々奮闘中。チームスポーツでもあるチアダンスは、チーム全員のダンスがぴったり揃うことがとても重要ですが、ダンスを始めたばかりの後輩でもしっかりと見せ場が作れるような構成を考え、全員が輝けるようなチームを作ることが山田さんのやり方。そんな自分の姿を次の世代のチームリーダーが少しでも参考にしてもらえれば嬉しいと山田さんは語ってくれました。そんな山田さんが描く理想の女性像とは。チアダンス部ではスポーツの応援以外でも様々なイベントやショーに出演することがあります。そのような時は主催団体の方々との打ち合わせなどもありますが、私は常に笑顔を絶やさず、本番では全力で踊り切ることを心がけています。私の印象や対応一つで、次の世代である後輩たちがまた出演依頼をいただけるかどうかが決まることもあると思います。先輩方が私たちに多くのチャンスを残してくれたように、私も後輩たちにチアダンス部として活躍できる場をできるだけたくさん残してあげたい。そうやって何代も続く金城を代表する部活になってほしいと思っています。山田さんは部活動を通じて誰かのために頑張ることの素晴らしさを学び、それがやりがいとなって部活動以外でも様々なことに挑戦しています。名古屋市の学習サポーター事業に参加し、家庭の事情で学習困難な子どもに勉強を教えるボランティア活動を行うほか、独学で保育士の資格を取得するなど、まさに全力投球の毎日を過ごしています。誰かのために笑顔を絶やさずに頑張る、これからもそんな生き方に磨きをかけていくのでしょう。頑張れ、山田さん。